はい、皆さんこんにちは。ですね、今回、鹿児島と山梨県からね、新卒で可愛い女の子2人、メガステップのチームアルスにね、入社してきました。で、メガステップはですね、大体採用したらこの職人道場で1ヶ月間訓練をして、で、それからまあ現場に出てくるんですけども、今回そのチームアルスの先輩、初音ちゃんが、なんとね、3日間ぐらいこう応援で、まあ、後輩のね、教えるってことで、職人道場に、来てますのでね、またどういうふうにね、初めて後輩を持つ初音ちゃんね、今1年半とか、まあ、2年生になるんですけどもね、が、これからね、この業界未経験、ついこの前まで学生だった2人をどういうふうに教えていくのか、そして、その2人がね、どういうふうに、技術を磨いていくのか、ちょっと追っていきたいと思いますので、ぜひ見てみてください。それではどうぞ。ではですね2人が1ヶ月後同じことできるので、ここを目指すんだというところで、ちょっと沖沢さん、はい沖沢さんにちょっと見本をね見せていただこうと思います。じゃあよろしくお願いします。で初音が何分かだったかな、何分ぐらいやったっけ、全然覚えてないなこれやりますよこれやりますよ大丈夫ですか。これがここでのゴールです。この材料を使ってまず模様をつけるってことか。で多分さかもちゃんの場合はもっといろんな模様とかいろいろあったと思うんだけど、まずはこの基本がうちでの基本かなこれ。え難しいっすか？最初は何でもむずいですあ、こんな爪でこんな盛んやりますすごいね、初ねうまくなったね。うん、すごいすごい。これがお二人のゴールになっていきますので、はい、来週の水曜日までは、あ、水曜日じゃないな、火曜日までかな、初音ちゃんが先生なので、ちょっと来週までね、初音先生にいろいろ聞いてください。はい、渡辺先生は今日何してるんですか？今日はクロスを見ながらクロスの道具を注文するのに確認しております。渡辺先生の渡辺のナビ難しいんですよね。めっちゃ難しいです。反射して見えないどうぐらいですかね。あ、ここだね。こういう字書きます。高須くんの鍋で今回クロスですね。今回クロスの進み具合ですか？進み具合はすごく早いです。みんな順調に。早いね。早いです。もうズームは6回です。あんま近く寄らない。カメラ苦手ですごい緊張するんです。そうですね。はい。振り始めたら足がすごい。汗びっしゃびしゃですよ。絶対来ないでと思った。うわ来たーと思ってます。欲しがりですからね、高橋君。頑張ってください。はい、ありがとうございます。俺、こんなのなかったの。お、誰かいます。ちょっと。しまっちゃう。何動画ですか。いや、みんなの日常ちょっと撮っとこうかなと思って。あれ。なんかもう一個あるじゃん。ほら、しまちゃん専用棚までできてる。面白い。勝手に作りました。いや、いいよ。すげえ大変だね。だってしまちゃんは電の子しか持ってなかったもんねこんな大きな指で押してるんですか、これを。はい、2つ押します。たまに2つ押す。指大きいから。今は何やってんの？今はボード研修の資料をちょっと確認してます。ボード研修やるんですね。はい。島田バージョンで。はい。初講師側じゃない？そうですね。ちゃんとしたね、大工っていうのは。大工メインでね。はい、どんどん。大工工事作っていきますので、皆さんよろしくお願いします。しめちゃんが教えます。ピア。かゆちゃんは今日は何してるの？正面を塗ってます。正面を塗っている。仕上がりどうですか？すごいです綺麗。うん、全然いいと思います。初音ちゃんは今日最後だけど。あ、そうなんですか？うん、今日、はい回線が先に帰っちゃいます現場これ、あれじゃない？帰ってから楽しみだね。2週間ちょっと、犬種あるもんね、はい、それで今こんだけ、うん、寝てるから、うん、2人とも早いよね。あみちゃんだってもう左目入ってきてる。どう思いますか？これ6分30秒。6分30秒。動作の中で何が一番多いなって思った？話が一番。うん。あとはそんなに。じゃあ私からのアドバイスとしては、材料をもっと載せる。ここに取りに来る回数を減らすとか、あとは最初からまあ同じ厚みで塗れてれば一番いいんだけど、塗りつけてる時は材料を置いてくるっていうイメージだけど、平らに置いてこようってしてるから多分ちょっと時間かかってると思う、塗るのに。結果慣らすでしょ。慣らすのに時間をかかるんだとしたら、それ以外のところで時間を省くっていう方法もある、うんうん、位置として。すごい、あみちゃん今日初音ちゃん帰っちゃうよ。そうなんですか？帰って現場に出ます。また初音先生ラストですか？初音先生今日ラスト、あと2週間ちょっとあるからね。初音ぐらいまで成長して3人でこう出てるの、現場をちょっと荒らしに行ってください女子3人ででも多分大丈夫、全然濡れるようになるから。優秀な生徒持つといいですね。はい。すごい。楽しみじゃない？3人で現場。3人だけじゃないしね。他にもいっぱい今回増えたしね。はい、アルスがもう8人か。8。大所帯になっちゃった。すごい。ね、みんなでちょっと同じユニフォームを作って。現場に出て行ってもらいたいなと思います。じゃあ初音ちゃんから2人にどんな風になってほしいか、現場で。どんな風に？最初は速さよりも綺麗さ、綺麗にやることを重視して、完璧にそこができるまでやり続けた方が、後々綺麗になるし、たけるさんも速さより綺麗さを求めてるって言ってたんで、そこら辺を気をつけてやってほしいなと思います。ね、ただね、はい、現場に何回か出てけばね、はい、今もう1年半、はいぐらい経つけども、結構初音ちゃんは全然違うもんね今はね、一人で現場も行けるようになりそうだし、あとはね、難しい仕事も今回お家に来てる間に習得しちゃったし、はい、早くやりたいと。あれやりたいたけるさんもう来なくていいですけどね、私串ごてやるんでってね、だからもう女子がどんどん強くなっていくあるそのチームを楽しむに、残りの2週間ちょっとは頑張って私を教えるよろしくお願いします。お願いしますはい、ということでね、初音ちゃんがね来たのは2人がねコテを持って4日目で、そこから初音ちゃんが3日間教えて、で今日それから4日経ったから 4+3+4 で今日11日目ですね。コテを持って11日目。すいません、どうかうまくなってるかな。ちょっとね僕間全然見てないんでね、志麻ちゃんがうまくなってるっていうんで今日ちょっとチェックさせてもらおうかな。じゃあそれではちょっと見ていきましょうかね。持ってるからね。すごいすごいすごい、そう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 、得意な方ね。ああ全然上手。うんさっきあった線がこれあ優香ちゃんはね今度ねここのちょっとややこしいところ、ここをパーッと塗ってパターンつけて、でなんかこうピシッとこう入り墨とかね、そこをこうコテを使ってきれいに収めていきます。はい、で、しばちゃん、はい、見てよこれ10日だよ、これで10日、あと1週間ちょっとあるんでね、本当まあちょっと言おうと思ったらいろいろあるかもしれないけど、でもすごいよね、うん、でも平らな面の壁はもうバッチリ塗れるんで、いや模様までつけちゃってますよね。ね、すごいね。はい、じゃあしばちゃんからコメントもらえるみたいなのでどうよ、しまちゃん。すごい綺麗ですね。ね、すごい綺麗だと思います。技術面的は全然わかんないですけど。緊張してます。技術面じゃわかんないけど、綺麗でした。だからね、これ10日ぐらいですよ。僕はね、今から30年ぐらい前から初めてこの現場に入ってね、左官のあれを教えてもらった10日目は多分。掃除やってたかな。掃除持ってた、ずっと。本当にすごいんだよ。これ10日目でね、もう平らな壁なんかは全部塗れるし、それをこう薬後手っていうんだけど、あれね、こういうコテを持ってもう今仕上げるようになってます。いやこれね、でこれから初音ちゃんを中心にレディースチーム、レディース女の子だけで行くの、本当に現場危ないんじゃない。行けます、服を変えないで危ないよ、現場にずっとここにいればね。ということでね、現場もね多分賑やかになるだろうな。俺が行こうか、現場。志麻ちゃんが行く。はい、ということでね、連休前にあと1週間ちょっとでね、帰って、それから現場に行く形になるので、ね、これからの、成長にね、期待していきたいなと思います。気を抜くとグッてなったりするから力加減がちょっと難しいです、うん、難しい。でも最初ほら初音ちゃんが見せたじゃん、こんな風にやるんだよって。でそれ今結構どうできてきてる。まだだけど、でも最初見た時はさ、すごい遠い世界に思わなかった。そうだよね。あみちゃんはどう？でもやっぱり難しいですけど、やりたくて会社入ったんで楽しいです。痛くない？手とか？手は痛いです。痛い。肩も痛いです。痛いけど頑張ってやってるんで、皆さん応援ね。応援の代わりにこれでいいんで。グッドボタンでお願いします。じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。グッドボタンお願いします。